はい、ジグザグです、今日はたった1行の JavaScript で世界中の欲しいに応えるワールドショッピングビズの説明をします。お願いします。さて皆さん、2020年オリンピックイヤーですが、日本の EC サイトは世界中の欲しいに応えられているでしょうか。今日はこの3つについてお話をします。1点目、世界から見た、EC サイトは、実は海外アクセスは日本の EC サイトに 2% から 8% 存在しています。いわゆるウェブのインバウンドでございます。カナ入力、国も選べない、外国人は困っています。一方で EC サイトは海外対応できていないのが現状でございます。そんな売り手と買い手双方の課題をワールドショッピングがたった一行のタグで解決をします。ある釣具屋さんの話です。東京大田区大森駅の近くにある、キャスターハウスという釣具屋さんがございます。こんな感じの釣具屋です。この EC サイト、なんとクレジットカードが使えません。もちろん多言語対応も海外配送も対応していません。こんなサイトに僕らのタグを1行設置してみました。外人は困ってます。タグを1行設置するとなんと世界36カ国からオーダーが続々入りました。ロシアが 38%、 次いでアメリカ、フランス、シンガポール、イスラエルからオーダーが入っています。たった1行のタグを入れるだけで海外の釣りファンの欲しいに応えることができました。他にも香港、台湾、中国のユーザーが300万円のサプリを購入したり、日本から全自動麻雀買えるぞと話題になって、麻雀卓がアメリカで話題になっています。サンタにお化けの9太郎を頼んだんだと困った親から、ニューヨークのためにですね、ニューヨークに漫画全巻セットを発送しています。欧米のブラはサイズがでかいというアメリカ、ヨーロッパに住んでいる中国人の方から、実は日本のピーチジョーンで下着がものすごく売れています。購買単価は国内2倍以上です。もう一つ、真夏の35度の東京で実は冬物が南半球に売れています。一体何が起きているんでしょうか。海外ユーザーが日本のサイトにアクセスすると、このサイトは海外対応してますというワールドショッピングの案内が表示されます。商品ページにユーザーアクセスすると、海外ユーザー専用のカートが出現して、物を入れられて住所を入力でき、アリペイ、ペーパル、銀聯カードで決済が完了します。海外ユーザーと EC サイトの間にはワールドショッピングが入り、カスタマーサポートから商品の購入代行、海外配送まで全て対応します。ビジネスモデルと強みです。ポイントは3つ。1つ、早い。たった1行タグ入れるだけです。日本の EC サイトのカートはほとんど対応できます。2つ目、簡単。多言語カスタマーサポート、海外注文受付、不正決済防止、海外配送まで全て僕らが対応します。特別なことは一切不要です。3つ目、安い。かかる費用はたった初期費用3万円と月額5000円だけです。手数料無料、海外送料もいりません。つまり早くて簡単で安い、ノーリスクです。やらない理由がないので導入ショップは400ショップを突破しました。中小から大手まで EC サイトは全てがターゲット。導入ショップが続々増えています。ショップが増えればユーザーリーチも増えますので、必然とオーダーが入ってきます。ショップごとの売上が積み上がり、毎月トランザクションは上がっていってます。現在では世界90カ国のユーザーからオーダーが入り、当社が全ての国に対して海外配送をしております。マネタイズです。まずショップからワールドショッピングの利用料をいただきます。その他我々は海外ユーザーに対して購入代行費用と海外送料をいただいています。プラス海外売上なので国内市場の 10% の消費税が戻ってきます。ざっくり利益率は23から 25% です。2名4つ、海外ユーザーの購買データ、特許をはじめとしたテクノロジー、海外物流とカスタマーサポートのオペレーション、経験あるメンバーでございます。ショップが増えれば増えるほど海外ユーザーはどこに行っても同じ UX で商品を購入することが可能です。異なるショップで買った商品も我々が1個にまとめて出荷してあげます。またショップが増えれば増えるほど当社に自動的に注文が入る仕組みになっております。
つまり当社には海外ユーザーの購買データや世界中のユーザーの声が蓄積されていきます。我々は世界中の欲しいに応えるためにどこの国で何が売れているのか、こういったダッシュボードを作って可視化し EC 事業者の提供を開始いたします。またユーザーに対してはレコメンデーションによってあなたが欲しい商品というのを教えてあげることを開始します。タグ1行で月給維持を可能にするこの技術は特許を2件取得しております。やはりあとは人です。すべての、オペレーションに関してはぬくもりあるオペレーションで、いわゆる日本版ザッポスを目指したサービスを提供しております。あとは経験豊富なボードメンバー、我々おっさんベンチャーが世界中の欲しいに応えていきます。実現したい未来です。EC には国境が存在しています。今の日本は世界中の欲しいに応えられていません。言語、決済、物流の壁はテクノロジーでもっとフラットにできるべきだと思っています。イノベーションをこの領域でもっと突き進めていこうとも考えております。我々はデータテクノロジー、特許、独自のノウハウに加えて海外ショッピングのあり方を変えていきます。世界中の欲しいに応える、世界中の思いに届けるジグザグです。ありがとうございました。